サスケが木の葉隠れの里を去り2年半が経った。ジライアに弟子入りしたくましく成長したナルト、綱手の下で医療忍術を学んだサクラ、一人前の忍びとなった二人はかつての隊長であるカカシとチームを組むことになる。カカシはナルトたちの今の実力を測るためかつて行った演習を再び行うと告げるのだった。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。私たちの力、カカシ先生にしっかり教えてあげましょう。ああ、修行の成果見せてやるぜ。イチャイチャタクティクス。さて、始めますか。うん。はい。俺も少し本気を出さないとな。よし、一気に決めてやるってばよ。絶対に負けられない。どうやら今回は本気を出さないといけないようだ。よし、大玉予選が。オッケー。さくらちゃんも強くなってんな。マルトの成長に私も食らいついていかないと。お待たせ。あ、やるじゃない。来たか。カトン高火球の術。でけえ。間に合え。あったたたた。おい。この火秘伝怪術奥義。危ない危ない。さすがカカシ戦。あぶね。地形が変わるほどに。ここまでやるとはな。だが次はどうかな。鈴は絶対奪い取る。頼むぜさくらちゃん。シャタラ。あぶね。しまった。すげえなさくらちゃん。ちょっと落ち着け。大丈夫、私ならやれる。とんでもない忍びになったな。こいつはどうだ。水流弾の術。あぶねえ。やばい。そこでよかった。大切り。まだまだ。あぶね。大切り。はっ。あっ、あった。いくぞ。大切り。まだまだ。はい。どうだ、カカシ先生。ビビっただろう。まだまだ負けやしないよ。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。かわしてみろ。壊れちまった。カトン豪華球の術。こいつはどうだ。水流弾の術。逃げねえと。
げ切れるかな。あんなの相手あ、相手そんなんじゃ避けきれないよ。水遁水流弾の術。これはもう一回だな。頼むぜ、さくらちゃん。あ、ちょっと、お答えさせてください。鈴は絶対奪い取る。さくらちゃん、任せといて。落ち着け。五体目大丈夫。なんて期待かと。私ならやれる。つれえ。まったく、とんでもない忍びになった。はい、まだまだ。水遁水流弾の術。かわしてみろ。壊れちまった。あぶねえ。頼むぜ、さくらちゃん。さよなら。五体目、なんて期待かと。はい。つえ。どうだ、かかし先生。こいつはどうだ。だろう。水流弾の術。逃げねえと。カトン。豪華級の術。あんなの相手にしてやってばよ。豪華級の術。相手なんだよ。えっと大事。鈴は絶対奪い取る。頼むぜ、さくらちゃん。さくら。五体目。なんて期待かと。つれえ。大玉。マスターガン。大丈夫。私ならやれる。まったく、とんでもない忍びになったな。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。かわしてみろ。やっと壊れちまった。カトン豪華級の術。どうだ。はい、さくらちゃん、はい、任せといて。五体目、なんて期待かと。つえ。どうだ、かかし先生。ビビっただろう。まだまだ負けやしないよ。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。かわしてみろ。カトン豪華級の術。水遁水流弾の術。任せといて。しまった。すげえな、さくらちゃん。大玉螺旋丸。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。かわしてみろ。壊れちまった。カトン豪華級の術。オッケー。こいつらよし。水遁水流弾の術。おい、
成長したな。本当に鈴取られちゃうとはね。大活躍だったってばよ。ナルトだって。よし。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく2人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。2人はすでに生徒ではなく、背中を預けるに値する一人前の忍びであるとカカシに示した。こうして新たなカカシ班が結成されたのだ。そうね。おお、いっぱいだ。